皆さんいかがお過ごしでしょうか。ワインで乾杯。今日はココイチに来ております。来てますね、はい、私たちこのココイチの創業祭、こちら45周年記念のですね、はい、プレゼント企画で、はい、このスプーンがどうしても欲しくてですね、はい、何回も出ますよね。いや、6回ぐらいはチャレンジしたんじゃないですか、我々。だからなかなか当たりくじを引くことができない、うん、いよいよ本日がラストチャンスと、最終日、はい、迎えてしまったというわけで、ココイチにやってまいりました、はい、今日こそは、うん、当たりくじを引いて、うん、このスプーンで食べるとカレーが美味しいんですよ。まあ美味しいでしょうね。持って帰りたいんでですね、ココイチ頑張ってのスプーンですか、ね、そうなんです。これで美味しくないはずがないです。ないんです。なんとかゲットして帰りたいと思います。こちらのくじ、うん、900円につき1枚ゲットできるということですので、うん、本日は、うん、1人1800円の最低いってまいりました。2枚、2枚以上引くために贅沢にですね、はい、トッピングをしていきたいなと思います。大丈夫なんですよね。もうどんどん行きましょうよ。リンギ通ってますか。リンギ、リンギ、リンギ通さないです。まあ後付け後付け、まあ、大丈夫だということでちょっと来ましたけど。あ、そうですか。下だけじゃまずいですよ。こっちだといいんです。これだけだとちょっとまずい。気をつけないといけない。でも、そういうことだったらね、AD もたくさん食べちゃいなよ。だよ。AD いたら12枚もらえたらそうですよね。そうなんですよ。今日5人で来てるので、今日5人10枚チャレンジするんですけれども、AD、前の分まで食べるぞ。そうですね。いつでも戻ってこい。そうです。あ、ちょっと早速、早速、はい、ケーキ付けをね。それでは皆さんご一緒にワインで乾杯。すいません、いただきます。トッピングを叶えましょうね。1800円って相当ですよね。そうですね、生活もいいですよね。いやー、皆さんご覧ください。これですよ。こんな贅沢なトッピング、私初めてです。初めてです。まあ、ちょっとご説明させていただきますと、本日のトッピングは、手作りのベースにしたカレーにハーフチーズ、ハーフチーズ、そしてスクランブルエッグ、これ下に敷いてあるんですよ。うずらの卵、エビフライ、ゆで卵、フライドチキン、ハーフソーセージという形になっております。いや、これもう見ただけで食欲が出てきちゃいますね。はい、力で。あ、そうだ。あと1から。これ1からおすすめですよ、ね。そうそう。はい。食べていきましょうかね。はい、せーの。いただきます。まずカツカレー。いただきます。安定のお味です。一段このピリ辛感がたまらないですね。いや、こんなにトッピングしたの本当初めてですよ。うん、どこすくってもトッピングがついていますよね。うん、すごい。この一からの殻にはチーズがまろやかにしてる。そうそうそう。でも、あ、もうたっぷり。たっぷり、たっぷり、たっぷりですね。ね、ありがとうございます。ストップと言ってください。うん、これぐらいでいいですか。これ。あんまり言ってないじゃないですか。ああ。いきますね。ありがとうございます。それでは引き続き食べていきたいと思います。本当に美味しい。美味しい。ごちそうさまでした。いやー、美味しかったですね。贅沢な、はい、カレーでしたね。いっぱいですよ。いっぱいです。本当に美味しかった。本日私たちはビールもお代わりさせていただいて、はい、贅沢にトッピングもさせていただいたので、はい、15枚のくじをゲットすることができました。やりましたよ。15枚ありますからね。なので1人当たり5枚ずつというところでしょうかね。はい、早速めくっていきますか。めくっていきましょう。じゃあ私から、はい、そうですね、一発目、はい、チャレンジ券、チャレンジ券、まあまあ、はい、じゃあ続いて、はい、私いきます。チャレンジ券ですね。チャレンジ券いきます。はい、あ、チャレンジ券。
きます。じゃんけん。いきますよ。いきます。じゃんけん。どうだ。まあ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 、行かせていただきます。すいません。じゃあ私がですね、締めてくださいよ。まあまあまあ、いきますよ。じゃないですか。まあ、持ってますね。じゃあもう行きますよ。もうこんだけめくってるわけですから。そうです。もう行きますよ。もう行きますよ。じゃん。まあまあまあ。そんなもんですよ。やっていただきます。はい、まあ、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ最後のね、最後で決めればいいわけですから。決めます。行きます。いきます。じゃん。さあ最後の1枚になりました。ゆっくりめくっていきたいと思います。そうなんですよ。ないか。だから今日ラストチャンスなんですよね。最終日もものにできなかったっていうこの引きの弱さですよね。そうですね。皆さん、何度お近くにいたお客様がチャレンジ券をあげるよということで4枚いただきました。一括じゃないですか。いきましたね。で1枚ずつ。そうですね。はい、これ2枚引いちゃってください。いいですか。うん、じゃあ私からですね、引かせていただきます。1枚ね。こんなことありますかね。ありがとうございます。大社復活戦。いきます。頼む。じゃあ僕よろしいですか。あ、そうです。いきます。上げられないです、ここから先は。お願いします。いけ。あー、どうだ。チャレンジ受けない。チャレンジ受け。厳しい。デスク最後、決めてください。正真正銘ラストチャンス。ラストチャンス。本当にラストチャンスですからね。持ってるよね。持ってる。持ってる。ちょっと金とか持ってる。なんかちょっと重い気がしますね。これ外したら5年待って、はい、50周年待つしかないんですよ。気が遠くなりますよ。5年もこの量食べてないですよ。そうですね。そうですよ。皆様の希望をここに集中していきたいと思います。では参ります。開けれないでしょ。開けれない。開けれない。もう開けれない。そっから先やめ。開けれない。大丈夫だよ。お願いします。いきます。本当にラストチャンスですからね。そうです。持ってるよね。はい、持ってる。ちょっと
どうです？まあまあまあ、はいはい、ですけど、さっきこっちのチャレンジの方ね、そうこれも素晴らしいじゃないですか。自分の名前入れられるんですか？そうです、市は入れられなくて、はい、こっちがこっちの方がネーム入りマイスネーム入りなんで。でもこれここ1名様ですよ、より厳選されてるんです。そうオリジナルチタン、はい、自分曲げもできないと思うんですよ。曲がんない曲がんないですか？確かに、ちょっと結果は当たった際のお祭りでございます。当たらなければもしかしたら5年後という。いやー、往生家が悪くて申し訳ないんですけど、はい、やっぱりちょっとどうしてもスプーンが欲しくてですね、ちょっと飲み物を追加しまして、もうビール4杯目です。諦めきれないでターンゲットしました。ラストチャンスと。じゃあデスクからお願いします。しろ、僕も最後ラストいきますよ。気持ち込めていきましょう。気持ち込めて、お願いします。当たれ、当たれ、当たれ。厳しいっすね。まあでもこれあと1枚皆さんありますか？希望の1枚です。お願いします。全員込めた方がいいですよ、最後の最後なんで。よし、今入りました。いきます。買いまなくなってきますよ、早くさ。もう、おかわりです。買いまなくなってきますよ。進んでないですよ。そうなんですよ。そうなんですよ。だって乾杯するために。泡が消えただけです。こんなことってありますかね。いや、ね、でもね、ココイチでビール飲んでる人はあんまり見ないですからね。哀れに見えちゃったじゃないですか。なんとですよね、またお隣で、食べていたあのお兄さんから4枚いただきました。こんなことってあります？ありがとうございます。やっぱ15枚は自力で、4枚いただいて、3枚おかわりで、でまた4枚いただいて26枚ということですよね。なかなかの枚数です。すいません、本当お兄さんありがとうございます。で今度はアッキー2枚作りました。僕と順番変えた方がいいと思うんですよ。あ、これいいですね。そうです。お願いします。進学しちゃって。はい。頑張ってよ。よし、じゃあ行きます。行きます。惜しかったな、私が。いきますよ。これ当たるでしょ。これ。そう。マッキーが頼むしかない。残すのもこれ1枚なんですよ。そしたら、これ本当最後なんで。デスクじゃあ、そっちでください。今日もそれ OK ですか？
来た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 来
そうですね。そうっすよ。でかいじゃん。だって欲しいでしょ。欲しいですね。欲しいっすね。欲しいです。まあ、楽しみができたということで。楽しみできましたね。5年後また挑戦したいですね。はい。追加のお飲み物をいただいて帰りたいと思います。それでは皆さんご一緒にワインで乾杯。いただきます。